りなんでこの長く微妙な毎日を過ごしていました。同じ部屋に住んで同じ夢を食べてドラマチックな出来事など一つもないけれど、それは二人にとって素敵な物語。お安い逃げ出しも難しい。昔春どこにおじいさんとおばあさんが小さな家でつつましく暮らしていました。助けたために連れられて牧場へ行ってみたい。殿様の前で美しく嘆きに花咲かすがり、なんで子供なありふれた毎日を過ごしていました。共に年を重ねシワの数も増えて振り返っても足跡さえ残ってないけれど、それは二人にとって素敵な物語。おはよう始まり始まり。落とし物は探さず愛いを愛したこと、ドラマチックな出来事など望んでないけれど、今日が二人に相当穏やかな毎日を最後の眠いにつぶまで、おやすみ逃げ出しめてたし。